今日の子供たちの様子はこんな感じです。これからキャンプ場だよ。今日のキャンプ場はここです。成田スカイウェイバーベキュー、行ってみよう。え、ここ着付け？あ、薪が売ってるよ、トラックで。おお、結構みんな張ってるね。じゃあ見つけしましょう。入ります。こっから入場です。なんとね、受付はね、あのトラックでした。よし、行くぞ。おお、結構もうみんなやってるよ。トイレとか遠いけどね、ちょっとね。ここにする？うわー、段差がちょっとやっぱ、あ、シャコ段きつかったかな。こっち側って、でも川見えないしないね。あれが川だと思うんだけど、そうね、石が起こってるから出してからの方がいいかな。テントは完成、タープも完成、まだ椅子とか全部出してないんですけどね。一回休憩。え、スーちゃんはいかがですか。じゃあね、お父さんはこれね、ビール飲みます。今日はキッチン持ってきました。大きな、大きです。めちゃくちゃです。こんなキャンプ場ある？すっげえ風強いんで、ちょっとね、ロープとね、レグ増やしました。父ちゃんはお昼寝から起きました。おやつを食べています。時間はもう4時20分。そろそろ焚き火タイムだ。鼻水が固まっちゃってるけどね、うん、なんか食べてるいいね。父ちゃん食ってるの？少ししっかりしてきたな。トイレはドキンです。はい、でもね、水洗綺麗です。足洗い場があります。シャワーも同窓禁止だ。おおおお、綺麗。景色がいいよ。ん？大丈夫だったよ。はい。あら、そうちゃんは？何してるの？着いた。何？着いたよ、アイちゃん。これ、火付け、これにつけた。だけど、火打ち石を使っていながら、着火剤を使うというね。わ、着いたよ。これ火打ち石？あ、これです。今日は着きました。あれ、今夜行かな。ファイヤースターターで遊んでます。でね、はい、燃え盛っております。がっちりね、火がついたし、じゃあ次はね、このどでかいバイゼンのビールを開けます。泡がいいね。いただきます。うん、うまい。順調にね、燃えてるんですけどね。今回持ってきた薪は、実はね、ウッドデッキを作った廃材、あ、家のやつ、ね、うん、です。でもね、ちゃんと一応ね、薪も買ってきた、うん、たくさんあるからな。あ、十分でしょ。そうちゃんは何やってんの？あー、ぶねー、ビデオあ、ビデオはちょっとダメだよ、そうちゃん。あ、それね、いいよ、お皿でそういうので遊んでてくださいね。はい、これは OK です。玉ねぎ切ってます。パプリカ、何を作ってくれるんでしょうか。おー、エビシャー、あとアサリ、おめー、何してんの？テントの中で雨が降りそうだ。手ができましたか？
げえじゃん。こんなエビがいっぱい入ってるパエリア贅沢。エリアが火にかかりました。焚き火だからね、これは相当美味しくなりそうだね。じゃあね、完成したみたいかな、これそろそろ。うわー、できました。ゴージャスだなこれ結構、はい、楽しみです。おー、お肉の料理なんでしょう、美味しそう。適当です。はい、そうちゃん食べてますね。パーティーは始まりました。パエリア、あとグリルパンのお肉、いただきます。これやっぱさ、ガスで作るの全然違うわ。お肉食べます。最高ですか。良かったです。ありがとうね、お母さん。いい、たまには作んないとね。これいただきましょうか、お肉。いただきます。んー、ステーキじゃん、これ。ステーキ、なんか中落ちって書いてある。激うま。本当に美味しいな、キャンプは。ご飯が美味しい。うまい。うん、いいね、これ。いい、ほんとだ。ね、ビミソをね、ここにかけて食べたら美味しいよ。夕日見えますか。見える。綺麗だね。いっちゃんも顔が赤く見えますよ、夕日で。いっちゃんの顔、太陽になっちゃうね。え、真っ赤になっちゃうよ。あ、そうじゃない、バクバクだよ。おお、よく食べてる。エビちゃん、食べんの？お、食べた。いっちゃんは？エビちゃん食べてんの？うん、ご飯。ご飯か。こんな感じになってます。残骸がすごいです。日が暮れてきました。今回はね、照明計画がこんな感じです。はい、結構明るいね。そうちゃんはなぜかハンマーを持って徘徊しています。夜のキャンプ場をハンマーを持って徘徊しております。何しある。はい、出ました。うん、知らんだよ、ね、これ。あ、起きてな。ございます。今は6時20分。早いね。4時半ぐらいからかなかったもんね。はい、寒かった。いい景色です。あ、気持ちいい朝だ。ちゃんはまた崖で遊んでるし、土手で。おーい、探しながら、このホットサンド。おお、こっちは火が通ってます。いいね。サラダ、ホットサンドイッチ各種いただきます。あった。それ何、いっちゃん、うん、なんかね、エラサンドかな。あ、食べてるよ。何本でね、葉っぱいった。食べれんとか、それ戻した。あ、どこ行くな。そうちゃん、手見せて。手真っ黒じゃない、ほら。あららららら。服をちょっと。いいです。おー、大きい、ちっちゃい。いっちゃんはサボってんの。何やってんの。このままいっちゃう。昼寝ね。あー、入った。今日はね、この屋根に乗っけてますから、こんなにね、余裕です。はい、でも荷物多いね。子供2人だからね。今回はいっちゃんは全くお手伝いしてません。はい、じゃあ撤収完了です。
疲れ様です。